ワコン、ジフです、今回ですね、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアの放たれた最悪コスモスをやっていきます。早速挑戦開始。難易度レベル150ですね。音量上げます。で、パーティーはノエルとエースとエアリスですね。で、一応まあクリアはしているけど、まあ、コンプしてないっていうので、あ、確認できないや。スコアかな。で、まあちょっと解説もね、織り交ぜながらやっていきます。で、今こんな感じで、アビリティバンバン使って、プレイヤーじゃないや、キャラクターを強化しているところです。で、今、あ、間違えて癒しの風使っちゃったな。もういっか。セトラ使って。本当は初手、感じやな。初手セトラの方がいいですね。火力上げて、いつでもブレイブ吐けるようにしておいた方がいいので。で、メガスパコンで攻撃力アップ。で、スザクの切り札が5段階溜まれば、ブレイブとか HP で、強化した攻撃ができるので、立ち回りやすいですね。これはブレイク直後なので、テンペストブローを狙っていって、まだね、そんなに強くない。ブレイブと HP は。で、メガバで、1段階付与。メガスパコンでも1段階行くよ。で、メガバ行こう。で、今 EX 溜まりましたね。これのタイミングはブレイブがね、相手のブレイブ200だからまだ復帰しないかな。次の次ぐらい何たんだろう。あんま数えなかった。で、これでブレイクされるかな。お、大丈夫だった。で、キャノンレーザーで、色物というかカードをつけていきましょう。ちょっと話そうか。怒りの楽園。で、この EX アービーは、味方のブレイブ、超過しやすくなるので、すごい調整してんな、カメラマン。で、これ、ブレイカースピル使った後なので、アビリティの使用回数を消費しないんですよね。それなので、もう疾風連想画が4のまま、で出せると思う。記憶が正しければブレイブ行って、まあこれもブレイブ行こう、はい。で、またね、次 HP プラスで吐けばいいし、 HP2 プラで HP で一回減ってるな。なんで一回減ってるな。まあいいや。メテオジャビリンで、ブレイブプラス、ブレイブ2プラで供給して、で、多分弱滅作るかな。ああ、最悪来た。はびこる蔓延するっていうのか。スパコンもいいかな。メガスパコンプラス当てて、エアリス癒しも行きたいんですけど、ブレイブか癒しといえば HP ですね。あ、吹き飛ばしがいないからね。で、テンペストブロー。あれ、なんで、あれなんだろう。どの条件で、そのまま、何、浴び回数使用せずに出してくるのか、よく分かってないな。癒しの風で、OK。で、この次に、多分 EX アビー溜まるので、これは仕方でいいか。これですね。まあ、EX アビーは、ブレイブ盛りしてても使ってもいいかもしれないですね。溜まったら。で、今、セトラ切れたな、おそらく。で、次、ジャベリンが溜まるから、シェイプからのテンペスト行くか？あ、シェイブか。シェイブからのテンペスト。で、キャノンレーザーと行きたいところだけど、HP 行ってからにしよう。で、イエローカード切れる。あら。エースどこ行っちゃった。初めて見た。乱れ舞う無知。ほうほうほう。キャノンレーザーからの吹き飛ばしでブレイク&HP。 今のノエルのブレイブだったら、ブレイブ攻撃してからジャベリンでよかったな。ジャベリンそんなブレイブ漏れすることないので、あんまり。うん、まあ1万5000か1万7000とかいけばね、いいんだけど、終盤に召喚使っていこう。ブレイブあれか、セトラだけ切れてる状態か。じゃあ
EX 溜まる直前にセトラー行こうか。サイブレ攻撃力アップが剥がれそうだから、メガスパコンで攻撃力アップ。これはブレイブ、大丈夫。HP2 プラで、無理か。ブレイブ2プラ。セトラの火力が、あれブレイクアスピル。で、これで、この白くなってる時に、この周りね、ノエルの。その時は、アビー消費しないという状態ですね。HP2 プラ。で、セトラで、ブレイクを防いで、あ、弱滅か。弱滅は HP ですね。で、これで、疾風連鎖ですよね。この手順を踏んでなかったな。ブレイブか。HP2 プラで追い越しといて、次に、バフが全部、なぜか剥がれてるので、付け直しましょうか。多分デバフで追い出されてるんだと思う。メガバ。メガバ。ダダダダダーン。で、イエローカードがあと1ターンで切れるな。イエローカードが一番の当たりかな。サイブレと攻撃力上昇。事故が怖いので、癒しの風。ちなみに事故というのは、歌方ですね。ブレイクバーストかな、これ。で、ジャベリン溜まったら行きましょう。あ、大丈夫だった。HP2 プラ。で、エースのターンでブレイク。キャノン。キャノン撃ちます。で、ブレイブ2プラで供給決定。OK。で、主演の剣で、結構持ってかれるかな。ブレイブプラス HP。ただ、ブレイブ加算がないから、一応火力をある程度抑えることはできますね。で、ラストハンター何ターンだかと。ちょっと見えますね。あ、こっちじゃない。ノエル。ラストハンターは、だから、4ターン。で、初期ビルアップはまだ癒しの風でついてるから、レッドカードで攻撃力アップか。2プラ1かな、HP。敵がどれ、あ、あ、暴発してしまった。あんまりね、使いすぎると、エース体力じゃない、スタミナないんで。リジェネアタックオール、使うか。これ本当はセトラ前に使う方が一番いいんですけど、遡っていくとそれ初ターンなんだよね。行きましょう。多分、あのドレインじゃやられないと思うんで、加算、で、メガバ。HP2 プラ HP2 プラ行こう。でシェイブからのブレイクバストかな。あんまりブレイクアスピルがある限りは。あ、次ブレアス疾風しないとあれだ、やられてしまうじゃない、ラストハンターが切れちゃう。まあブレイクアスピル必要ないけど一応使いたい。エースのスタミナが切れそうですね。HP2 プラかキャノン。ああ、バフつけてきましたね。2プラ。メガバ行こうか。メガバからのキャノン行こう。これで行って、シェーブ使っ、あ、シェーブ使い切っちゃったのか。で、ブレイカースピード使って、次ドレインかな。ブレイグ2プラ。はい。あ、大丈夫だった。先行。で、キャノン。キャノン、シップ切れてないこれ。シップないね。テンペス行こうか。あ、でも、ラストハンター切れちゃうな。行きましょう。これだとね、使っちゃうんですよね。アビス。まあ、当たり前なんですけど。セトラで追い越すならば、追い越さないから、楽イン。これね、行動順を管理しないと、結構ブレイクされたり、HP、ダメージを受けてしまうので、ブレイブ。で、弱滅か。まあ、帰り読みですね。次元帰りだとブレイクされちゃうので、追い越すか。
追い越せ。これは命令だ。ジャベリン、ジャベリン吹き飛ばし、アタックアップ、まあそれでもいいか。アタックアップはあれかな、必要ないかもしれない。あ、白の世界見えてしまう。あのスマホの周りが、まあ、それ置いといて、アタックアップからのあれかな、エースが事故りそうなので召喚いきます。バハムート、あノエルがねジャベリン打っちゃったな、失敗したな。ジャベリンを召喚中に打つと大ダメージ狙えるので、癒しの風、ブレイブ2プラ供給、メガバ、メガバ行こうか、最大ダメージ狙える。でもな6万ってな。で今ブレイク直後だからテンペスト、オッケー。 HP 本当は打ちたい、 HP 行こう。はい、エースはキャノン、ナイスキャノン。火力がブレアスチップ、セトラか、セトラ行こうか。でその後に、ラクイン。で、あ、ブレイクできるから、一回。もう一回。で、これ剥がれちゃうんだよな。なんだろう。最初、ブレイク時か。じゃあ、このタイミングだと、白く光る。あ、なるほどね。そういうことか。よく読んでなかったな。で、ジャベリン溜まってても疾風使う。ブレイブ2プラをエースは使う。もう一周できそうだね。いきますか。欲張っちゃおう。で、900だから、あと2ターン伸ばさないといけないのか。ビジネアタックオールからの、でもシェイブ使えないんだよな。癒しかなんかで追い越さないと無理だった、ということでした。もったいないけど、テンペスト行くか。一応ブレイクを、防ぐような感じでね。先行、バン。カンストダメージ。で、これはブレイブ2プラ一択。帰りで、ブレイブ、ドン。で、ジャベリン行きましょう。はい。で、プラスは、ブレイク時、敵がブレイク状態の時に使い始めると、プラスになって、分散値が上がるだけだな、確か。そんなに敵一体の時は対象外がいないので狙う必要はないですかね。まあシーブはエアビは相手の裏ブレイブって僕は呼んでるんですけど、ここの薄くブレイクの裏に書いてあるブレイブを見て、で今はやじゃないどれに来るかなと思って、セトラかな。で全体受けたら、あれだよ。癒しの風で回復していこうかなと。HP プラスでいいと思うんだけどな。よく、あれだね。これ、やっぱり、見た方がいいな。で、ブラックカードは火力取りづらいけど、メガバ。もったいないけど、テンペストか？テンペストからの供給。楽に溜まってたよね。楽に行きましょうか。で、帰りでも大丈夫よって。で、敵がブレイブ回復したら、ブレイクするつもりですね。あ、終焉の剣か。これは大丈夫ですね。なんか、ブレイブゲインあるみたいな攻撃力なんですけど。で、癒し。常に HP は、6000以上はないとダメですね。テンペスト。で、HP、吹き飛ばしか。癒しエースノエル行きましょう。あ、セトラでいいか。セトラで、メガスパコン、あんまり変わんないな火力で。 HP2 プラ、エースはブレイブ、ノエルは HP で、キャノンテンペスト行こうか。
キャノンテンペスト供給。え、ジャベリン溜まってます。はい、でドレイン来ないようにしないと。アクション数はあれだな、温存すぎたかな。で HP2 プラしか出せないので、2プラからのジャベリンで終了かな。ありがとうございました。温存150だとどれぐらい温存しなきゃいけないのかっていうのがちょっと難しいので、アビスが余ったり逆になくなったりとするので。あとノエルはブレイクアスピル、ブレイブ化けした攻撃でブレイクしないと、対象ブレイクしないとあのアビスを無消費で出せないので、出すことできないので、まあ要注意っていうところですかね。僕は熟知せずにやってたっていうだけなんですけど、あとスコアも、できてなかったので、一応まあオフかなんかでやって40万達成したいと思います。あ、誰か倒してくれたな。またこれね、みんなでレイドなので、どんどんやっていくので、京都で見かけたらよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 See you!